丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日お話をしてくださるのはこちら、永井陽介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。永井さんですよ。なんか俺ね、不思議なもんでね、最近若い人の話を聞きたいなと思って、誰だろうな、永井さんかななんて思ってたら、たまたまね、たまたま永井さんの、所属されてるね、会社の、芸能事務所のね、マネージャーさんをされてる方と、たまたま知り合いまして、ああ、うちの永井がと。そっか、そういう感じそうでしいたうね。感じ確で、うちの永井どうすかねみたいな感じで、話になって、いやいやいや、こちらこそですよと思いまして、改めてちょっと軽く自己紹介をしていただきたいんですけれども。NPO 法人アクセプトインターナショナルの代表理事を務めております、永井陽介と申します。よろしくお願いします。多分ね、各種メディアでいっぱい見ている人も多いと思うんですけど、テレビとか、その他動画とか出るときは、テロ、紛争解決スペシャリストという肩書きで出ていることが多いと思うんですけど、何それってみんな思うと思うんです。そうですね。さ、絶対そうだと思うんですよ。それ狙ってそういうふうにつけてたんですか？いや、だから自分も何それと思ってますね、基本的には。これ、そういう悩みに関して、悩みというか、そうですね。思い描いている心の内とかは、この紛争地で働く私の生き方という長井さん最初に出てますけど、ぜこひぜちひ。ら、試験で発売中でございます。そうで、僕ね、多分多くの人がそう思ってるだろうから、あえて最初に言わせていただきたいんですけど、その肩書き出てた時に、うさんくさいなこいつっていうふうに思われるんじゃないかと思ったんですよ。だっはて名刺いただきました、肩書き NPO 法人の代表理事じゃないですか、アクセプトインターナショそうですね。ナル。そっちで出れば頑張ってる若者なんですよ。そうです、だけそうです、そうど、テロ紛争解決スペシャリストってやった瞬間に、ちょっとある種のうさんくさささいですがよね。つきまとうじゃないですはい、か。わかりまです。も、なぜそっちを出してメディアに出て、永井陽介という人物を、売り出すというか、押し出そうとしたんですいや、自分、今でも言ってますよ。アクセプトインターナショナル代表でいいんじゃないですか、みたいなのは。実は自分はずっと言っていて、大いなる様々な力が。アクセプトなんてわからないからやめろみたいなのを結構やっていてですああ、ね、そういう感じなの？そうです。なんなら私は全然納得いってない 好きじゃない肩書きなんで。それあれですね、僕の危険死体ジャーナリストと一緒ですね。あ、本当ですか？僕名乗ったことないですよ、危険あ、死体ジそャーナうリでスすか。やっぱり周り大いなる力が。ね、何にも気にしないから、どうぞどうぞって言ってたんですよ。ああ、言ってた。何にも言わない、どうせ俺は俺だからと思ってるから、かっこいい。気にしてなかったら、本当に何してる人ですかって聞かれたら、ライターかなとか、ジャーナリストって名乗ることほぼほぼないですからね。ああ、そうですなんかか。そういうふうになるほど。メディアがつけるっていうのに関して、僕はもう、なんだろうな、メディア出るようになった時点でおっさんだったんで、あ、どうぞどうぞっていう感じだったんですけど、自分が前にっていうのは危なかったんで。だから、永井さんどうだったんだろうと思ったら、そういうこいとだっや、た。そういうことです。だ、自分の中で一番しっくりくるのは、やっぱりアクセプトインターナショナル代表が一番いいんですけど。すごく、この本読むと分かるんですけど、ものすごくちゃんとした活動を地道に積み上げてる。これでもね、意外と。紛争解決って前、なんか傭兵かみたいな感じの勝手なイメージをね、多分投影しがちだと思うんですよそうですね。ちょっとなんか、しかもチャラいというか、なんか、ね。本当にうさんくさいですよね。スペシャリストって何みたいな。自分が一番言いたいですよね。でスもペシャリね、ストって何でもね、思うんです。活動を見たらスペシャリストでいいんです。本当にそう思います。なる専ほ門ど家なじゃるないほですど。か。めっちゃニッチなとこの一応専門家ではプロではあるんですけど。はっきり言って皆さんが誤解しがちというか、あえて、そういう変な目でフィルターかけて見がちな、肩書きかもしれないけど、今まで積み上げてきたものっていうのは、主にあれですね、ソマリアの、海賊だったりとか、テロ組織の、アルシャバブか。アルシャバブだと思とかの、メンバーとかを、更生というか、脱退したい人の支援というか、そうですね。両方ですね、そのテロ組織、例えばアルシャバブとか、あと今、イエメンもやってるんですけど、そういう武装勢力、テロ組織から、投降、自発的な脱退をどうにか実現させて、プラス脱退した人だとか、あと捕まって刑務所の中にいる、メラメラ燃えてる男たちを、どうにか脱過激化して、社会に若者として戻っていってもらうと、そうですね。そんなことを実は NGO のプロとしてずっとやってきている。
モガディシュ中央刑務所ですよ、ね、モガディシュ中央刑務所行ってみたいとこなんですけどね。めちゃめちゃのとこですね僕世界の刑務所行くの好きなんですよ。あ、本当ですか。あ、ぜひぜひモガディシュ中央刑務所今1500名いて、そのうち半分ですね、750名ぐらいが、うん、あのいわゆるテロ組織アルシャバブのメンバーになっていて、うん、最高なとこですね。すごいですね。めちゃめちゃロックです。いいですよね。僕本当にその刑務所っていう異世界に入るっていう、はい、まあ交渉も含めて全部楽しんでいるんですけど、いつも、まあ、まあ大体苦労するんです。でもそれは面白い、ね、本当面白いんですけど、うん、だけどその永井さんそういう今のザクザクって言ったけど、はい、結局何をしている人かっていうと、そのまあ違法というか、まあ、あのテロリストだったりとかそういう、まあ、犯罪組織にいるような人を、まあ、堅気にするっていうことですよね。まあ、簡単に言うとそういうことです、ね、ものすごく簡単にそういうことです。だあの非暴力の人です。あのだから非暴力の人AK を持ってねあのぶっ放すと か, なんかそういうことじゃないんです文民です。文民、はい、そうです、そうです、そうです、なんですよね。だそこを誤解しないでほしいなっていうことですね、はい、で今のところでも実績的には、はい、結構こうな人数も言ってるんですか。結構言ってますよ。それこそテロ組織と呼ばれる組織からの自発的な投稿はもう390名以上、我々の取り組みでその離脱、その脱退を実現させてますし、あとは実際脱過激化と社会復帰プログラムだともう1000人超える元テロリストの方々ですね。あれって最初ってビラだけだったんですか。いや、その投稿増やす方ですよね、はい、はもう最初からビラとラジオです。ラジオです。今もそれなんですか。今もその2つがメイン で、うん、でそのビラはもう最前線の交戦地帯だとか、うん、まあこれ結構クローズド情報も入りますけど、うん、その現地の軍の特殊部隊がやっぱり侵入したりとかたまにするので、うん、そういう時に持ってってもらって、うん、ビラバーっと、まあ、ビラというかリーフレットなんですけど、うん、ちょっといい感じのリーフレットにして、うん、でそこに我々 と、現地の情報機関が連携して持ってるその投稿を受け付けるあの4桁のフリーダイヤルが実はあってですね、うん、その情報と投稿プログラム御社とかそういうのをバーッと書いて、うん、バーッと展開してる。そうですよね。話を聞く相手がいることと御社があるということ、はい、それがやっぱり結構相手に対して訴えるそ う、ね、そうで す、 そうです、うん、本当にそうで。というのも結構です、例えばイスラム系のテロ組織、うん、IS とか、うん、アルカイダとか考えると、うん、なんかもうみんな頭狂ってるようなイメージどうしても持っちゃうんですけど、うん、意外とですね、その何でしょう、テロ組織の支配領域にいる例えば普通の若者だとか、うん、普通の子供たちってそもそもテロ組織の支配領域下にいる以上拒否権ないので、うん、もうその時点で普通に戦闘員にやっぱり動員されますし、うん、動員されたら3ヶ月決まってるんですけど、3ヶ月の軍事訓練がテロ組織によって行われて、でそれを経ても戦闘員になっていくので、うん、そういう人たちって内心本当に戦いたくない、怖いとか、うん、もう仲間チームの仲間みんな死んで俺一人なんだけどだとか、うん、そういう人って実はたくさんいて、うん、で逃げたいんです、もうやめたいんです。だ最初からやりたいと思って入ってないですから、やめたいけどやめたら処刑ですし、うん、そのどうやめるかもわからないっていうところで悩んでる、まさにジレンマに陥ってる人って実はたくさんいて、なのでそういう人たちにどうにか届けてくる感じです、ね、うん、そのテロ組織を壊滅させることって軍事力しかできないけど、ね、テロからあのそういう組織から離脱することは人のまあ、行いというか活動でしかできないわけじゃないですか。まさしくそうです。でもそんな、いつからやってるんですか、これ活動自体って。一番最初やるぞってなったのは2011年ですね。あ、そうそうそう、そうなんですよね、はい、大学1年生の時に。あのこれ俺ずっとあの永井さんって、まあ、失礼な話、はい、エリート街道ね、北走ってねあの早稲田からイギリスの大学院行って、あのほらあのイギリスの大学院の方がさ修士号取りやすいとかあるじゃないですか。そうですね、であの学費もさちょっとアメリカより安いとかあるから、はいはい、それでイギリス行ったんだろうとか、その辺分かってるあたりが早稲田だなとか俺思ってたんですよ。はいはいはい、と思ったら、意外や意外。意外意外。ちょっとで、まあ、言い方あれですけど、今時の若者といいますか、そういう青春時代を送っての永井さんだったんです。まあ、詳しくは本とか読んでほしいけど、本当にあの、特別エリートでも何でもなく、全然普通の。むしろ逆ですよ、ね、そうですね、育ち全然良くないですね。ご家庭のことなんで僕は踏み込むのもあれですけど、はい、お兄さんは優秀だった、
兄貴はそうなんですよ、結構優秀で。で、その5つ離れたあのお兄さんは優秀だったんだけど、ちょっとご家族の中でもギクシャクしながら、でもそれもでもあれですよね、言い方はあれですけど、今時の若者といえば若者の人生、つまりいわゆるエリート街道ではなかったっていうぐらい、しかも浪人しての勉強してちゃんと早稲田入ってるんですね、推薦とかじゃないんですもんね。そうです、そうです。だからその辺が、あれこの人ってなんか意外と思ったんですよ、そこは。しかもお金の苦労とかも結構されてるというか、いやめちゃめちゃ大変でしたよ。もう一生バイトやってましたもんね。そうそう、ずっとバイトして働いて働きながら、だからバイトして勉強して、そんな中、そんな中ですよ、なんでその世の中を良くしようって思ったんですか。変な話、そこから成り上がれるっていうか、早稲田からちゃんと行っての、はい、いい会社行って楽しく暮らすっていう道もあったと思うんです、はい、ありますね。なんで世界を良くしようと思ったんですか。まあやっぱりいろんなきっかけの積み重ねですけどね。ただ一番最初はまさに浪人して、もう偏差値38の ところから必死に勉強して、大学やっとこさ行くぞって言って入って、その時が2011年、東日本大震災があって、でちょうどまあその同時期にアフリカのこのきっかけになったソマリアが未曾有の大飢饉で、2011年の1年で結局26万人死んでたんですよね。で日本中、世界中、日本頑張れ、プライフォートークってなってる中で、そのなんなら十何倍も人が死んでいくソマリアは、もうプレイフォーどころか地球で一番危険な場所とか言われてて、もう見捨てられていたというか、それで大人の、まあ、まさに育ちが良さそうなというか、なんか綺麗なこと言ってる大人の人に話聞きに行ったら、もうソマリアなんて危なすぎると、やめなさい、もうみたいなことしか言われなくて、それでじゃあ言ってるあんたたちはやってるのかっていうと、やってないんですよ。でだったら何ができるか分かんないけれども、やるって決めることが大事なんだと、その姿勢じゃないと難しい問題はどうにもなんないんだというので、じゃあ俺がやるんだと、俺は何ができるか分かんないけどまずやるんだってところから始まって、で最初はソマリアをとにかく救う、分かんないけどって始まっていったのが、まあ、徐々に徐々にその問題が政治化されていくというか、結局まあ飢饉で死ぬ人も難民もものすごくまあ発生するのも、終わらないテロと武力紛争があるからだと、で周りを見てみると、その終わらないテロだとか武力紛争を解決していく取り組みってなかなかいないんですよ。それは大人になって分かりますけど、やっぱり金にならないとか、予算を組めないとか、危険で大変だとか、そういうのがあるから、必要だけどやれる人がいないんですよね。非常にいない。だったらそこを俺たちがやるんだっていうのが常になんか勝ってるんですよね。でももちろんいいなんか会社行って VV やってなんていいななんてたまに思いますけど、それでもそうならないなんか使命感というか、もっといろんなものがあるなっていうのは常々思いますね。大学生の時に団体というか、大学、学生団体としてその学生の大学生の時に初めてソマリアまで行けたんですか。そうです、大学ソマリアに初めて行ったのは大学3年ですよね、2013年。それまでは隣国のケニア の、あのそれこそソマリアギャングとかがいるようなところにいて、2013年に、まあ、アフリカ連合 の、あのオフィサーに、何でしょう、よくしてもらって、じゃあソマリア連れてってやるよって言って、で連れてってもらったら、もうその連れてってくれたオフィサーの家族が着いた日にテロで死んで、おめちゃめちゃ険悪な初日を過ごし、でそのいる間に、まあ、自分が大好きだったというか、もう尊敬してる国境なき医師団という組織がソマリアから撤退をするっていうプレスリリースを出して、理由がこんなに危険な場所はこれまでなかったと、でもう無理ですって言って撤退して、なのでなんか一番最初ソマリア行った時もすごいいろんなことを考えさせられましたね。それも大学3年生の時じゃないですか。3年生でしたね。結構
衝撃度合いとしてはでかすぎません？モガディシュ？いやモガディシュだ、モガディシュ。モガディシュだって僕の尊敬する高野秀幸さんが、あそこはちょっとって言ってましたもんね。そうっすね。高野さん言うところのソマリランド、北部の方は割と大丈夫でっていう、あんな平和だよとか言って、南部行くとねとか言ってたんで、その、モガディシュは結構本当特殊ですね。そうっすね。特殊すぎますね。でも、あれなんですか、都市としてはでかいんですか？まあ一応ソマリア最大の都市ですよ ね、うん、で一応年々人口も増えてますし、うん、新しい建物ができたりとかっていうのはあるんですけど、アルシャバブテロ組織のスパイが無限にいるの で、うん、で毎週のように暗殺は起きますし、うんうんうん、で暗殺なんてもうローカルニュースにならないですからね、うん、だしやっぱりその情報機関の中で、うん、私もやり取りしてるので全部情報取ってますけど、うん、もうあまりにも危ない、爆発もすごい起きますし、ブラックホークダウンですか？ブラックホークダウンありましたね、ありました、はい、詳しくは映画見てください。まあでもね、それぐらい世界一危険な場所、永井さん個人に焦点が当たることってメディアがあるんですけど、永井さん以外のメンバーというかそういう人たちもいるわけじゃないですか。もちろんです、もちろんです。その人たちとその今、何人ぐらいで活動してるんですか？そうですね、もともと学生 NGO の名残で、うん、今も無給も有給も合わせてメンバーとして入ったらメンバーってなってるんですけど、うん、でメンバーは有給無給合わせると60名ぐらいも今いて、うん、で現地人スタッフ、まあこれ彼ら有給ですけど、うん、彼らもいっぱいいますね。多分4カ国全部合わせたら25、6名、30名ギリいくかなぐらい、すごい今も。これね、こういう場で聞くのもあれなんですけど、その今永井さんって今31になりましたですよね。31ですよね、はい、おじさんになってね思うことがあって、はい、僕若い人たちの言うことって基本信じないんです。だけど若い人たちの可能性って無限だと思ってるから、その通りですね。そこに関しては文句も言わないし、下手に持ち上げたりもしないけど、うん、邪魔しないようにしようと思ってるんです、常に。いや、若い人たちは何かすることに関して。美徳ですね、うん。なるほど。そういうふうに思ってる中で、永井さんがやってることを、だからケチつける人もいると思います、正直。これ見てる人。だけど、偽善じゃないかとか。やってることを少なくとも絶対邪魔はしたくないです。応援はね、ひっそりはしたいんですけど、でもそれで思ってたんですよ。そんな永井さんたち、さっきちょこちょこ聞いてますけど、なぜ世界を良くしなきゃ、うん、平和にしなきゃっていうことを思い、それを原動力に動き続けられるんだろうかって、僕の世代には、うんうん、多分薄かったマインドだと思うんですよね。なるほど、ね。僕は世界を見て回って、それを世界にで起きていることを日本に届けるっていうことで精一杯だったんです。僕の若い時っていうのは。永井さんって行って、よくしようとするじゃないですか。しかも永井さん一人じゃなくて、永井さんに若い人たちや永井さんの同世代の人たちが、なぜ世界をそんなによくしなきゃって思ってるんだろうって、おじさんたちにちょっとこれ、同世代、俺の同世代のおじさんたちいっぱい見てるから、ちょっと言っといてほしいんですよ。まあでも、あれじゃないですか。特に2010年世代って言うんですかね。あの世代って、なんとなく、まあ今の人たちもそうですけど、なんとなくまず社会、よくしてきたいよねみたいな多分価値観がプリインストールされてて、でなんとなく SDGs だよねみたいな、やっぱ人権でしょみたいな、僕は多分もうある世代でなんとなく、で特に自分が大学入った時とかって、なんかその国際貢献とかすごい流行った時期で、国際協力とか ですごいいろんな大学生がもううぞうむぞういて、やっぱりなんかやろうぜみたいな、で東南アジア行って学校建ててみたいな、やっぱりブームっちゃブームだったんですよね。でもちろんブームだったからこそ、それでやっぱり飽きてとか、やっぱりちょっと他に大事なことができてって言って、まあ辞めてく人いっぱいいるんですけど、まあそういうのが多分土台にまず今は多分あるんだと、うん、特に若い人、ソーシャルグッドな感じ、うん、でプラス自分としてはそれこそ大学1年の時にやるぞって言ってやってきて、でもう12年目に達しますけど、うん、なんか一番最初は本当にピュアに青臭い使命感と口だけの大人たちへの反抗心、うん、反発心っていうので、俺がやろうかあるまいってなってたんですけど、うん、やってく中でなんかもうもはや自分一人の思いだとか活動じゃないんだというか、うん、本当に多くの人が関わってますし、本当に多くの人が応援してくださってますし、あとやっぱり死んでく関係者とかがですね、うん、結構いるんですね、うん、仕事柄、うん、特に兵士なんてすぐ死ぬので、うん、護衛も
あの自分やってくれ守ってくれてた護衛5人一気に死んだりとかあったりですね、うん、まあ、そういう仕事の言い出しっぺだって代表として、じゃあ自分はどう生きるみたいな、何を背負ってるかっていうものの自覚っていうのは、これは大人になっていく中で強くなってきましたね。うん、自分だけじゃないんだっていう、ある意味もう自分も大人に本当になっていくわけですよね。あっという間に私ももう大人になりまして、はい、で多分そんな永井さんを見て行動する、うん、実際に現地に行く、そういう大人がいるんだというふうに見て入ってくる若者たちも当然増えていくわけです。もちろんです、もちろんです。僕ね、人の心っていうか行動原理とかいろんなものって持って生まれたものじゃなくて、獲得してそれを維持しようとする、うん、そういうことで回っていくと思うんです。例えばその、パリらしさ、ロンドンらしさ、ニューヨークらしさって、そんな空気というか、そんな教育は誰も受けてないのに、でもそこに住む人ってそうあろうと努力することで成り立つじゃないですか。だから人ってそういうもんだと思っているから、だから永井さんが世界を平和にしようと思う、そのマインドのところに集う人たちがいて、で、そういう人たちの輪が広がっていくことっていうのが、少し世界を良くすることだと絶対思って、だからそういう意味では、ひっそり応援したいなとは思ってはいるんですけど、表立ってて、おっさんがあんま前に出ていいことはない。それ、まあ、でも、なんか本当それで、だから僕、今回永井さん来てもらったのは、はい、なんか変にまとわりついている永井さんに対する妙なうさんくささみたいなものを取り去って、普通に素直になんかみんなに永井さんを知ってもらいたいなと思ったんですよ。ですね、こんな優しさを感じてないだけどね、だけどさ、俺思ったんですけど、永井さんちょっと俺テレビとか出てきた時にちょっとスタイリッシュとかシュッとしてたから、はい、なんかその泥臭さを全然感じなかったんですよ。言われますめちゃめちゃ泥臭いことやってるじゃないですか。いや、そうなんですよ、意外とめちゃめちゃハードな現場で入ってて、あそこ情熱大陸見た時に、はい、まあまあ、ね、結構止まってる部屋がねちょっとごちゃごちゃしてましたけどコンテナ部屋の水でねバリバリ上がってね。そうなんです、ジョーナス・アイリックもですね、実はコメント要請いいのにこうやって見てたんですよ、はい、ツイッターで。したらこいつめっちゃ綺麗じゃないかと、うん、汚れてねフェイクみたいな入ってて、うん、でまあ一個言わせてもらうと、めっちゃ綺麗好きというか、はい、その、シャワーすぐ浴びたりとか、セカンこのペーパーですぐ拭いたり、はいはい、顔のあれやるのを見たときにあ、この人そういうタイプなんだと思ってそうそうそうすげえ現場でハッスリングしてるんですけど、うん、単純にはね、ちょっと汚れたふこふこみたいな、うん、単純に気を使ってるって、ね、これはね、おじさんマインドに一言言わせてもらいます。それすごく大事なんです。感染症の予防とかそういう観点からも本当に綺麗好きじゃないといろいろ病気になります。こう見えても俺も意外とそういうとこは綺麗好きなんですよ。だからちゃんと消毒とかめちゃめちゃするんですよ。いや、めっちゃリアルですね、はい、なのでコロナ云々の前から消毒だけ徹底してました、うん、消毒も手です、ね、そう手もそうだし、手はもうめちゃめちゃ綺麗にします。あとだから永井さん顔これパックとかやるでしょ、はい、あれも結構大事で、手だけ洗ってても顔の汚れをこうやって拭っちゃって目に入っちゃったりとかして、ね、結構感染症ってあるんですよ。だから永井さん その潔癖症とまで言わないけど綺麗好き、これ結構身を助けてるんだろうなと思。大事です、大事です、はい、本当究極危機管理の一部なので、その衛生ですよね、保健衛生、うん、ハイジーンのところっていうのはとにかく綺麗に保つ。でね、永井さん今海外のいろんな国でも活動されてるし、日本でもこういうメディア出てそういう自分の活動をアピールするじゃないですか、はい、要は自分の資材というかを増やしたいんじゃなくて、自分の活動を知らしたりとか、永井という人間を通して世に広めていくっていうか、はい、こういう問題があるんだってやってる、はい、それは分かるんですけど、はい、その時に永井さんがなんか小綺麗な方がやっぱり良いんですよ。ね、やっぱね、小汚くすることで本物臭がするから認めるっていう人よりも、うん、シュッとしてるからいいねって言ってくれる人の方が数多いんですから。絶対に。そっちの方が数多いんで。逆に、そうですよね。日本でメディア出た時に、それこそ汚いままです。だって現場汚いんで、みたいな。それっておかしい、ね、おかしいでしょ、そうでしょ、日本でドラマ見るんだろう、みたいな。そういうことなんですよ。その方が僕はいいと思っているので、だからそうしてほしいなと思って。で、しかも、俺多分ね、永井さんの現場ってこれもうすでに始まってると思うのは、ロビイスト的な活動も含めて永井さんの現場だと思う。しかも代表の人ってそうじゃないですか。交渉事がやっぱりその、
相手がテロ組織だけじゃなくてもっと別の組織とか国だったりとか団体になってくるから、ね、そういう時に小汚いよりね綺麗な方がいいですね。それは本当そう。例えば刑務所当局を口説くだとか、うん、まあ、うちの仕事って特に投稿周りって完全に軍の仕事なので、うん、軍と特にテロ組織関係って全部インテリジェンスなんですよね、うん、情報機関なので日本でいうと公安調査庁みたいなところの、うん、かなりシークレットなところとかがカウンターパートになるので、うん、そこをどう仲間にするかとかの時とかはそういうことちゃんとジャケット着てとかっていうもう世界でやってかなきゃなので、本当にそこで例えばもう仕事のシャツともうそのままの装備でめっちゃ土そのままですけどすいませんとかは逆にやっぱり失礼ですよね。そうですね、うん、でそういうのは、はい、最低限のその清潔感っていうのは、うん、そういう意味でも大事ですね、すごく。だからなんかその変にうがった形で永井さんの活動を見ないで素直にとにかくみんな邪魔はしないでひっそり応援してほしいんです。僕はひっそりじゃなくて堂々とでいいですよね。だって永井さんだって結局今、NPO 法人って拠点、はい、日本なんですか。一応日本です。東京に一応事務所があって、はいはい、うん、そこって今って NPO ってことは活動資金は寄付と助成金とかなんですか。まあそうですね、1個の軸はやっぱり寄付、ご寄付でやっていて、うん、というのもこういうテロ組織が関わる紛争地で、うん、かつテロ組織の当事者相手で云々って、うん、まあ、なかなかですね、その ODA 的なものがまず来ない、うん、ので、まあ、だからこそやり手がいないんですよ、うん、やり手がいないからうちがやるっていうのがあるので、うん、なのでご寄付のような自主財源じゃないとやっぱりできないんですよね、うん、とかプラスアメリカとか、うん、最近はアメリカの アメリカ国務省とかからの委託だとかも少しずつ増えつつですけど、そんな形でもうやってますね。ある種組織の経営もしなきゃなので。そうですよね。そんな形で。あとでも、ね、これ皆さんはどう思ってるか分かんないけど、ソマリアって危ないイメージがあるけど、はい、場所的にですね、もしね正式にちゃんと国家として稼働したらあんな大事な場所ないんですよ。そうですね。アフリカの首脳ね、はい、そうです、まさにそこです。めちゃめちゃで、しかもソマリ人ってどこなんだろう、僕が触れ合ってる感じ優秀な人非常に多いのと、そうですね、周辺国でもよく言われるのは何だっけ、よく言われたケニア行ってた時に、はいはい、商売上手なやつとかをソマリ人みたいだなみたいなとかそういうこと言うぐらいなんかな、非常にこう、そうですね、特にビジネスはめちゃめちゃ得意ですね。そうなんです、はい、だからこそのおじさんたちというか世の中の興味ない人たちにも興味持ってもらうためには、うん、一つの見せ方としてそういうメリットがあるよってことです。そのソマリアっていう国っていうのはそれほど重要な場所だから、危なくなっても無視できないんですね。だからそういうところに先行投資すると思って永井さんの団体を応援するの、僕は本当にでも初めはそれでもいいと思うんです。知ってもらわないと、そうですね、はい、始まらないですね。そうなんです、そこなんです、うん、知ってしまったら逆に止まらないかもしれないけど、でもまずは知ってほしい、うん、それをね、今回ちょっと永井さんとお話をしながら、永井さんの活動、テロ紛争解決スペシャリストとしての部分を聞きました。ちょっとね、はい、次回やっぱりねソマリアのやばいところも聞きたいんでちょっといろいろその辺もお聞きしたいなと思いますんで、はい、そちらでもお付き合いください、はい、ということで今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。 YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、まあ、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。